オズモポケットのファームウェアアップデート。この GR3 で写真を撮るようになったけど、やっぱいいですね、 GR3。 なんか初代から使ってきて、他のカメラに映るときに手放したりね、全種類使い続けてきてるわけだけど、まあそのバージョンによってね、機能とか使い勝手変わったりすることもあるんだけど、まあ基本的なその哲学というかね、概念変わらないんで、カメラに対する概念というかなは変わらないので、まあ、それをね理解しながら使うというか、例えば GR2 の時に自分が対応してた機能が3でなくなったりもしてるんだけど、まあそれがなければないで、どういうふうに GR を使うかっていうのをね、自分なりに考えながら使っていければね、まあその辺が GR のを使う楽しさなんじゃないかなと思うし、ここにはね SL があるんですよ。なんでここに SL があるんだろう。 SL とかね、なんかオブジェがあるのよね。これ結構オブジェがいっぱい置いてあったりするんだけど、 SL、 謎の SL。なんか美術の街なのかな。至る所に彫刻とかね、アート物が置いてあるんですよね。平塚に美術とか芸術の街っていうイメージは正直ないんだけど、ここ出身者で有名な芸術家がいるってことなのかな。はい、ここは、止めた駐車場のある図書館、博物館と図書館。これ博物館。通路の上の建物が図書館。駐車場はこっちだね。無駄足になりましたが、帰ります。
And I do something.